遊びに来てよ。あれアイドルの方。はい次。はい次。待て待て待て。はい次。悪代っていうかただの花山薫の悪劇がになってんだろうが。はい次。枕送りにすればいいんじゃないやろか。どんな枕営業。お目当てのお通ちゃんにたどり着く前に全員口当ててんでしょうか。ふざけんな。お通ちゃんと枕できるって聞いてたのに。これじゃ握手すらできないじゃないか。取り返せ。まずいよ坂田プロデューサー。枕を買っていただいた方にはなんと、アナクソダイヤモンズ48の膝枕券がついてきますよ。ちょっと銀さん何勝手に。